今の時期、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、地方への移住を考えている人が増えています。市原へ移住したいという方の手助けになればと、市南部への移住やオフィスの立地をワンストップ体制で支援する市原ライフワークコミッションが設立されました。実際にどんな活動をしているのか、現地の様子をご紹介します。ここは小湊鉄道養老渓谷駅から徒歩5分のところにある古い民家の納屋。ここが移住者支援の拠点になるそうです。こちらではどんな取り組みが行われているのでしょうか。日本全国各地そうなんですけども、やっぱり空き家問題が非常に大きな課題になってまして、市原市も当然その課題に直面しております。そういった中で、その空き家対策と、あと昨年、コロナの関係で、企業さん含めてですね、そういったことに対しての市原市としてのアフターコロナ対策といいますか、そういったものが重要かなということも含めて、それに対策の事業をスタートしようというところが原点になっています。具体的にはどんな活動をされるのですか。まずは個人の方を中心にした移住定住の対策で、もう一つは先ほど申し上げましたコロナ対策で、首都圏からの企業さんの進出、移転、誘致ですね、そういったことをやる機能ということで、個人部そして法人部というような形で2つのミッションを設けた中で、1つのワンストップでの対応できる総合窓口としての拠点の機能があります。どうして養老渓谷を拠点にしたのですか。市原市の観光で言いますと、養老渓谷というのが皆さんご存知だと思いますので、そこらに、拠点を設ければまずいいのかなということと、でもう一つはやはり個人の方の移住定住で、活動されているその開拓者のメンバーが、特にこの加茂地区含めてですね、養老で、活動してたというのが原点にありますので、やはり拠点としての第一号店はその養老渓谷ということで、決めさせていただきました。こちらは移住希望者と空き家のマッチングを行う窓口となる開拓者です。高橋さんは市原市南部でさまざまな活動をされているそうですが、どうして市原市南部で活動するようになったのですか。僕は市原で生まれて、で一度東京に出たんですけど、でいろいろ東京で暮らしたりしてた中で、やっぱり地元にいろいろな資源があって、それをなんかこう自分のデザインの力だとかそういうものを使ってうまく資源を活用して魅力を磨いていきたいなと思ったのがきっかけで、でこっちに、帰ってこようと思いました。現在はどのような活動をしているのですか。実際、僕のように若い人はこっちに移住したいってなった時に、なかなかその空き家を紹介する仕組みだとか機会がなかなか整ってないって現状がありまして、でも一方で、移住したいとかっていう人は結構、僕の周りにもいたり、あとその一方で、地元には活用されてない空き家がたくさんある、でもなかなかそれがうまくマッチングできてないっていう現状があったので、じゃあ、僕らが間に入って活用されてない空き家と都市部から移住したいって若い人たちをつなげる活動をしていこうと思ったのがきっかけですね。で2年ぐらい前から地元の人たちと協力して空き家の場所を調べ始めたっていうのが一番最初のきっかけですね。すでに移住者の支援を行っているそうですが、いろいろな要素があってなかなかうまく貸し出せてなかったところを、僕らが、オーナーさんとか大家さんと交渉したりして、片付けを一緒にやったりだとか、間に入って、回収片付けをやった上で貸すとか、移住者さんを僕らが見つけてくるとかして、そういう感じで活動していきました。なのでそうですね、150件あるうちのほんの本当に10件もいかないぐらいが、
今貸し出せる状態になっていたりとか、貸して実際に3件ぐらい入ってるっていう感じですね。市原ライフワークコミッションの取り組みは令和2年度にスタートし、これまでにも移住者支援を行っています。実際に市原で移住を始めた人、そしてこれから始める人を訪ねました。こんにちは、今日はよろしくお願いします。お願いします。どうぞ中にお入りください。お邪魔します。玄関入ってすぐのスペースを夫婦2人で工房の作業スペースにしてまして、ここで基本的にはその竹籠を作ったりしてるっていう感じですね。さらに失礼します。男性の一人暮らしの家だったんですよ。だから結構台所とかは結構ひどい状態になってて、ここはこの部屋だけは床壁天井を全部壊して毎日から作り直したっていう感じで。わ、空き家だったとは思えないほど綺麗な空間ですね。ここら辺も全部自分たちで作って。手作りですか？すごいおしゃれ。ここから見える景色が、そこに小湊鉄道が時々電車が走るのが見えたりとか、みんなでやってる菜の花の畑があったりして、眺めもいいんですね。移住のきっかけは何ですか？うちの実家が横浜にあって、妻の実家がもともと東京だったんですけど、御宿に定年後住むことになって、その横浜とアクアライン結んで御宿、その間ら辺で探してたんですよ、家を。でたまたま今良品計画が運営してる及川小学校ってあるじゃないですか、あそこにどんな施設なのかなと思って行った時に、その当時地域おこし協力隊だった高橋さんがいて、今家探してるんですよねみたいな話をしたら、空き家の調査を始めてるみたいなところで、その時はまだ大分に住んでて、大分から遠隔で高橋さんとやり取りしながら、こういう家がある、ああいう家があるみたいな感じで、で今この家に落ち着いたっていう感じですね。こちらでの生活はいかがですか？結構山奥といっても、それこそ小湊鉄道が走ってたりとか、電車の音とか踏切の音とかあって、こうすごいこう山奥すぎでもないし、都市部すぎでもない、ちょっとスーパーとか遠かったりはするけど、僕にとってはちょうどいいぐらいの、その自然の感じであったりとか、あとはその駅があったり、そういう人口の感じの、そのバランスが僕にとっては心地いい場所だったなっていうふうには思いますね。ここだったら東京で行きたい美術展があるとか言ったら、もうバスでね、もしくは何人かで車でも行けるし、こう地方の割と気ままない自由な暮らしを享受しつつ、東京にもアクセスして、いろんな刺激も受け取れるっていう意味では、すごい良かったなって思いますね。次に訪れたのは、アメリカ出身で都内にオフィスと自宅を持つダニエル・コックスさん。セカンドオフィスとセカンドハウスを探して市原市南部にやってきました。こんにちは、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあご案内しましょうか。お願いします。はい、ここが購入しました古いお家で、昭和19年に建ったらしいんですでこちら増築の部分が、もっとあと昭和40年代に建って、これをこれから、プランニングして、改築リフォームをして、泊まれる部分と、仕事で使う部分にこう分けて改修していこうというふうに思ってます。今ちょうど前の持ち主の、いろんなものを
整理している段階で、開拓者の方々が、ゴミの搬出とか家の整理とかその前の持ち主の私物の整理を手伝ってくれることになってます。結構気に入ってるのがこの大きな神棚がとっても素敵で、ここに昔仏壇があったとこですけども、こういうのもなかなか都会の家と東京の家ではなかなか家作れませんし、なかなか見ることもないので、これを絶対に残す予定にしてます。キープ、これ着物がぎっしり詰まってます。へえ。こういうのが全部今度京都のおばあちゃんに送って。京都のおばあちゃん？うち の, 義理の母が京都住んでまして、日本人ですけども、古い着物をリフォームして、カバンとかそういうちょっとした巾着袋とか作ったりしてるんで、その古い着物とかをそっちに送ったりとか、再利用できるようにしてますので。ダニエルさんが趣味で始めるという農場も見せてもらいました。7田んぼちょっとあります。7000平米ちょっと。最初はどんな感じだったんですか？長年放置されてたので、ガマという植物がいっぱい生えてて、この手前半分がずっと水に浸かってた状態で土が腐ってた。で、奥が背丈2メーターから3メーターぐらいのヨシが入っていました。ここで何をするんですか？そうです、今年から、田植えを始めまして、でそこの、やり方が、自然農っていう、古い農法と割と最先端の農法を混ぜて、ここで、稲を作りたいと思ってます。この家を手に入れたきっかけは何ですか？最初は、息子と2人で高滝港 の, 釣り船に乗りに来まして、で何回か繰り返している中で、この周りの、集落とかがすごく綺麗で、この山あいの、日本の原風景が残っていることが分かって、いやここ美しいところだなと思って、こういうところに家があったら、会社の支店があったらいいなというような、こう思いに変わっていって、で市役所の方に相談して、いろんな紹介があった中でこの場所を紹介していただいて、とっても気に入って買うことができました。ちなみにお仕事は？はい、昔からその投資業をやってまして、で事業再生というのをやってますので、ほぼコンサルティング業に近いような仕事ですので、どこかオフィスがないといけないとかいうことではなくて、ほぼどこでもできる仕事ですので、こちらに時間長く使いながら新たな発想がここの自然の中で生まれてくるだろうし、ストレスというものは東京にいるだけでもいろんなストレスがたまるので、それがここに来ると全くないから、なかなかその柔軟な発想ができるようになってます。すでに、あるいはこの、何人かはご挨拶させていただいてるんですけども、非常に優しい方が多くて、農業の手伝いですとかいろんなご指導ですとか、こう田舎の生活に慣れてない私が何にもわからない状態で来てるんで、全部優しく教えてくれるんで、本当にそのよそ者扱いは一度も味わってないので、みんなすごく紳士でフレンドリーで、本当にスッと入りやすい環境だというふうに思ってます。はい、あとはそのできればここをベースに特に市原の、南部を元気にする新たな事業だとか新たな会社ですとか新たな団体をここから生み出していきたいと思ってますので、終わりない冒険ということになるんじゃないかなと思ってます。移住者の方であるとか企業の方にですね、市、我々を含めてですね、全員で手厚いサポートといいますか、手作り感といいますかね、そういったものを大事にしてこれからも行きたいと思いますので、ぜひ市原市にですね、移住定住含めて企業進出もお願いをしたいと思ってます。市原市では移住者をさまざまな角度から支援するためのサポートを積極的に行っていきます。